グランプリシリーズ6戦への派遣選手の割り当て、アサインが7月22日深夜に ISU から発表されました。中国杯、ロステレコム杯中止による代替開催地の選定に時間がかかり、例年より1ヶ月近く遅れるも、エントリーする日本勢に期待の声が寄せられています。これまでロシア、中国で開催されてきた大会の代替地開催を目指し、候補地を模索してきた ISU は、21日までに2大会を公表。第4戦はイギリス、シェフィールドで MK ジョン・ウィルソン杯として、第6戦はフィンランドでエスポーグランプリとして開催されます。これを受け、6大会による獲得ポイントでファイナルへの出場選手が決まる、グランプリシリーズへの出場選手割り当てが、日本時間の22日夜に発表。これまで SNS では、アサインさん、あなたはどこ?など、発表を待ち焦がれていた多くのファンの方々もこれに歓喜。羽生結弦さんのプロ転向で話題となった男子シングルは、宇野昌磨選手が、第2戦スケートカナダと第5戦 NHK 杯に、鍵山優真選手が、第1戦スケートアメリカと第3戦フランスグランプリにエントリー。他にも、友野一希選手が、第3戦フランスグランプリと第5戦 NHK 杯にエントリーし、山本颯太選手、三浦佳生選手、三宅星南選手らが日本勢として出場予定となっており、多くの選手に、今シーズンもグランプリファイナルへの出場期待が高まっています。強豪ロシア勢が出場できない女子シングルでは、坂本花織選手が、第1戦スケートアメリカと第5戦 NHK 杯、樋口新葉選手が、第2戦スケートカナダと第6戦エスポーグランプリ、三原舞依選手が、第4戦ウィルソン杯と第6戦エスポーグランプリにエントリー。そして、昨シーズンは怪我のため欠場が続き、JSF の強化選手に選ばれなかった紀平梨花選手は、第2戦スケートカナダと第6戦エスポーグランプリの2戦にエントリーされているほか、松井ケリノ選手や横井ゆはな選手、川辺愛菜選手、住吉りおん選手が出場予定。そして、期待のペア、りくりゅうこと、三浦璃来選手と木原龍一選手組は、練習拠点から近い第2戦スケートカナダと、地元開催の第5戦 NHK 杯にエントリーしており、昨シーズンに続き、ファイナル進出への期待が高まっています。最後、3シーズン目の今シーズンも現役継続を決めた、アイスダンスのかなだいこと、村元哉中選手と高橋大輔選手組は、第1戦スケートアメリカと第5戦 NHK 杯に、ライバルで戦友の小松原夫妻組は、第2戦スケートカナダにエントリーされています。なお、今シーズンはネイサン・チェン選手や中国の炊飯ペア、フランスのパパシゼカップルなどはエントリーされておらず寂しさもありますが、日本勢が各大会を盛り上げてくれることに期待の声が寄せられています。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。